日本埼玉県桶川市、朝日,朝日は埼玉県桶川市の町名。現行行政地名は朝日1丁目から朝日3丁目。住居表示実施済み。郵便番号は363-0023。埼玉県東部で桶川市の中央部に位置する。富士見通りを境として、北は若宮に隣接、東は高崎線を境として新名に隣接し、 高崎線及び富士見通りが交差する対角線上に南が位置している。西と南は上尾市との市境になっており、西は井戸木南は中妻に隣接している。また、市境と高崎線が交差する対角線上に原神町が位置している。上尾市との市境は複雑に作綜している上、東隣の新名とともに、 上吉川に突き出した地勢であることもあり、東西に伸びる道路には、幾度も、境界をまたぐものがある。北部が一丁目、南西部が二丁目、南東部が三丁目である。町域内の土地利用は一戸建ての住宅街が主で、その他には、マンション、公園、農地がある。住宅地の地下は、2018年の工事地下によれば、 朝日3丁目292の2階の地点で10万7千円平方メートルとなっている。住居表示実施済み。それまでの大技、町屋のうち、高崎線の西側かつ富士見通りより南側の地域が該当する。2017年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。